ルース・マリー・ジャーマンは、実業家、コンサルタント、ジャーマン・インターナショナルの代表取締役、株式会社、カドカワの社外取締役、米国ノースカロライナ州生まれ、ハーイ州育ち、ボストンのタフツ大学国際関係学部に入学する、在学中に日本に留学する、1988年にリクルートに入社、同年、 日本語能力試験一級を取得する。2007年に欧米系女性として初の宅地建物取引主任者となる。スペースデザインに在籍し、新規事業として東京、横浜、ドバイで外国人向けの家具付きサービスアパートメントの開発、運営に携わる。2012年4月にジャーマンインターナショナルを起業したアイルランド系アメリカ人。 1991年に日本人と結婚し、2012年に離婚。二次の母、在日米国商工会議所において多くのイベント企画を手掛ける。公益財団法人日本女性、学習財団評議員と一般社団法人 HRM 協会理事も務める。2016年11月9日にドナルド・トランプが大統領になると、 アメリカの将来に関わることに懸念するコメントを出した。祖父は、オクラホマ州を代表したジョン・ヘンリー・ジャーマン2世、父は、ジョン・ジャーマン3世、母は、メアリー・フィッシャーである。ありがとうございます。